本当スピリチュアルの人ってすぐ量子力学っていいよね。すごいよね、ちょっと。うん。頭おかしいよね。なんでそれを信じちゃうのかっていうのも不思議だし。量子力学がね、めっちゃ面白いですよ。で、よく量子力学と生命の話というか、 あの命とね、なんかそういう波動エネルギーとか生命エネルギーみたいなよくわかんないものと量子力学を絡めていう人いるんですけどあの本当に量子力学とあの命の関係性みたいなのをちゃんとですねこう解説、えー、してくれてる本とか読むとやつらが言ってることがいかにめちゃくちゃなのかが分かりますねはいうんあとちゃんとしてる人の本もちゃんと読んだ方が僕はいいと思いますけどね簡単な本で分かりやすい本だったら例えばこういう本なんかいいんじゃないですかはい 量子力学で生命の謎を解くと思うんです、ねまあ、多分かなり読みやすい部類に入ってしまう本だと思うんですが例えば一部の例えば渡り鳥っているじゃないですか渡り鳥で渡り鳥ってさ不思議だと思いません、ね、あのさ海の上をさ一定の季節になったらさ海の上を飛んでさ中国大陸とかに渡るじゃないですか あれ、なんで渡れると思いますだって海の上に行っちゃったらさ、皆さんまあご存知だと思いますけど、右も左もわかんなくなるわけですよ。水平線の上とかになっちゃったりとかすると。でも鳥って、これ間違いなくその方向に飛んでいけるんですよ、毎年。なんでっていうと、その渡り鳥の目って量子効果を観測できるようにできていて、簡単に言うと、雑な例ですけど、雑な例で言うと、磁場が見えてるんですよ、彼らって。で、この磁場が見えるっていうのは、量子力学によるあの解説がないと、そのいわゆるこう、 その目のね、中の特殊な構造がえ、磁場と干渉を起こすんで、でそれで、こう、磁場の方向が見えるんですよ。だから、常に同じ方向に渡られてえ、で、しかも戻ってくることもできるわけなんですよ。すごいですよね。そう、だから,彼ら、海の上で何もない,と,いうところに見えるんだけども、彼らは磁場が見えてるんですよ。そう。みたいなのが、 実際に科学のことで、あのー、科学の技術でちゃんとそういうのがですね、解説されていくんですよ。で、これが量子力学のかっこいいところで、よくわかんない量子波動調整うんぬんかんぬんとか、そういうのをやってるやつに聞いてみたらいいと思いますよ、それを。量子力学って面白いのが、 量子力学を語って怪しい装置を売る人って、量子力学のこと本当に何も勉強しないとか分かっていなくて頭が悪いので、皆さんが一つでもいいから量子力学の有名な、例えば二重スリット実験って実験があるんですけど、そういう話とかを一個でもいいからちゃんと調べていって、その式の意味とかをちゃんと理解していって、ね、あの、いわあれですよ、ニュートンとかに書いてあるレベルでも構いませんよ。理解していって聞いてみてください。誰も答えられないから。うん。 量子波動調整とかで、ね、言う,う前に量子とか波動を調整する前にお前はまず自分の頭を調整しろみたいな、えー、いうやつが大体こういうものって売ってるんではい概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ